スベトラーナ・アレクサンドロブナ・アレクシエビッチは、ベラルーシの作家、ジャーナリスト。スベトラーナ・アレクシエビッチ、スベトラーナ・アレクシエビッチ表記もある。2015年、ノーベル文学賞受賞。ウクライナ・ソビエト社会主義共和国に生まれる。ベラルーシ人の父とウクライナ人の母を持つ。父親が、第二次世界大戦後に軍隊を除隊すると、ベラルーシ・ソビエト社会主義共和国に移住し、 両親は教師となった。ベラルーシ大学でジャーナリズムを専攻し、卒業後はジャーナリストとして活動。聞き書きを通して大事件や社会問題を描く。第1作、戦争は女の顔をしていないでは、第二次世界大戦に従軍した女性や関係者を取材。第2作、ボタン穴から見た戦争では、第二次世界大戦のドイツ軍侵攻当時に、 子供だった人々の体験談を集めた。1988年にはソビエト連邦の介入下にあるアフガニスタンを取材し、アフガン機関兵の証言でアフガニスタン侵攻に従軍した人々や家族の証言を集めたが、一般のソビエト国民に隠されていた事実が次々と明らかにされ、軍や共産党の新聞はアレクシエービッチを一斉に攻撃した。 チェルノブイリの祈りでは、チェルノブイリ原子力発電所事故に遭遇した人々の証言を取り上げているが、ベラルーシでは未だに事故に対する言論統制が敷かれている。2003年に来日し、チェルノブイリを主題に講演を行った。戦争は、女の顔をしていないは舞台化や映画化をされており、劇はソ連各地で上演され、 映画はソビエト連邦国家賞をライプツヒ国際ドキュメンタリー映画祭では銀の鳩賞を受賞した。チェルノブイリの祈りは講談師の神田香織によって講談作品となっている。1992年にはアフガン機関兵の証言の内容をめぐり一部の機関兵やその母親から戦争に従軍した兵士の英雄的名誉を既存したとして政治裁判に訴えられたが、 海外の著名知識人の弁護により一時中断となった。死に見入られた人々では、ソビエト連邦の崩壊からの急激な体制転換期に生きる支えを失って自殺を試みた人々を取材している。チェルノブイリの祈りは、ロシアの大勝利賞、ライプツヒのヨーロッパ相互理解賞、ドイツの最優秀政治書籍賞を受賞したが、ベラルーシでの出版は、独裁政権による 言論統制のために取り消された。1996年スウェーデンペンクラブより、クルト・トゥホルスキー賞受賞。2005年、第30回、全米批評家協会賞ノンフィクション部門受賞。2013年ドイツ書籍協会平和賞受賞。プーチンやルカシェンコには、批判的で特に、ベラルーシではその著書は、独裁政権誕生以後、出版されず、圧力や、 言論統制を避けるため、2000年にベラルーシを脱出し、西ヨーロッパを転々としたが、2011年には帰国した。日本では、福島第一原子力発電所事故発生後に起こった脱原発の流れの中、チェルノブイリの祈りが、岩波現代文庫として再開されたことをきっかけに、名が知られるようになった。2015年、 ジャーナリストとして初めてノーベル文学賞を受賞した。ロシアによるウクライナへの干渉やクリミア併合を批判しているため、ロシアでは非難する声が強いが、ウクライナへの干渉は、ルカシェンコは賛同していないことやベラルーシ唯一のノーベル賞受賞者であることから受賞には、政府は祝辞を送った。2020年8月9日の大統領選挙。 直後からルカシェンコに対する対人要求デモが続く中、8月26日にはアレクシエービッチにも捜査当局が出頭を要請し、約40分間の事情聴取を実施した。事情聴取前にはルカシェンコが反政府側との対話に応じるよう、ロシアを含めた世界に対して協力を要請した。2020年9月28日、 アレクシエービッチがドイツに向けて出国した。同国メディアがアレクシエービッチの秘書の話として伝えた。2015年10月時点で軍造社から出版された日本語役所3冊については出版権切れのため増殺が不可能となっていたが、このうち戦争は女の顔をしていないボタン穴から見た戦争の2冊は2016年2月に 岩波書店から岩波現代文庫として再刊された。日本経済新聞社のアフガン機関系の証言も、すでに出版権切れで、重版の予定はない。唯一出版権を保持し続けていた岩波書店のチェルノブイリの祈りは10月19日に文庫第4冊の重版分の出稿を開始し、2015年12月時点で文庫第7冊5万部を発行。 日本語訳が交換されていなかった新作、セカンドハンドの時代は2016年9月に岩波書店から観光、他、ありがとうございます。